皆様こんばんは、北岡ひろしです。 YouTube をご覧になっていただきましてありがとうございます。今日から始まりました、東京デラックスウェンズデーナイト北岡ひろしのコーナーでございますが、本当にですね、今日が新曲の発売日ということで、素敵なあの、先生にお越しいただいております。岡千秋先生です。よろしくお願いいたします。もうあのなぜあの今日ですね、岡千秋先生にお越しいただいたかっていうのは、私のあの新曲のあの伏見十石船と三つの氷を作曲していただきました。本当先生素敵な歌をありがとうございます。もうあの先生のところにレッスンにね伺わさせていただきましてね、ピアノを弾いていただいて、もうなんか素敵な歌になりまして、まあそうね、いや本当あのまあ北岡さん自身もとっても色っぽい声だし、もう本当にとってもあの歌が上手なんで、やっぱりあのこう書いてて掛け合いがあるっていう。とんでもないです。いや本当に本当にありがとうございます。やっぱりねこういうものってあの歌い手さんが持ってる、要するにあのヒット曲とかそういうものは、ね、全てそうなんだけど、やっぱりその人の器量なのよ。でやっぱり器量がやっぱりヒット曲を呼び込む力を持っていらっしゃるんで、そういう意味じゃすごいなというふうに思ってます。いえいえどうもありがとうございます。ね、私もあの長いだけ長くなりましてね、もうだいぶね前に一曲書いたことある。そうなんですよ、ね、もう先生との何年前からあのもう30年前30年ぐらい前からもうせあの私も若かったんですけど、先生も若くて、おかげさまで。もう本当でも先生お変わりなくてね、いつもいつも、いやとんでもないです。もう本当素敵でね、もういやいやいや、あのそんな感じでもう日本を代表するもうあの演歌歌謡曲もう大作曲家の岡千秋先生でございまして、本当にあの光栄に思ってます。いやいやいや、あの本当にですね、私もいろんなあの作曲の先生にも、あの曲を作っていただいてるんですが、また今回のね、あの私の新曲も、とってもあのなんか皆様に親しんでいただけやすい歌というか。そうね、あのちょっと一風変わったっていうか、はい、変わった作品なんで、まあ、今までとちょっとあの趣が変わった、要するにそれはもう北岡ひろしが、自分の力で呼び込んだ作品だと思うんですね、うん、なので非常にね日本調っぽいんだけどどっかで演歌しているみたいな、そういう感じなんだけど、ね、とっても仕上がりがねものすごくもう納得っていうか感じ。 ありがとうございます、うん、もうねなんかあの聞いていただいた方に皆さんちょっとあのアンケートというか皆さん伺ったんですけどもね、あの歌ってても聴いてても、映像が浮かぶっていうんですね。なるほど、はい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 、頭の中に、はい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 、あこういう十石船ってこういう景色の中を通ってね、船が進んでいくんだろうなっていうのがすごくその、あの詩の世界とあと曲の世界がマッチして、あの素敵だって言っていただきました、ね、でもそういうふうに言っていただくとやっぱりあの掛け合いがあったなっていう部分においてはね、要するに本当そういうものを自分なりにあの映像をこう想像しながら歌を書くんですよ、なのでやっぱりそれが伝わっているっていうことはもう私はもう作家みよりに好きなというふうに思います。もう本当ですね、本当素敵です。もうそれから、うん、もう先生もあのド演歌から、うん、あのちょっとシャンソンっぽいものから、そうそうジャズっぽいのジャズっぽいものから何でもあれじゃないですか。だからどういう頭の回路になってるのかな。頭ねずれてる。いやいや脳みそはあちこちずれてるんじゃないかな。もうね本当にもう素敵な先生でございますが、あの先生の、あのまあ大ヒット曲といいますか、はいはい、あの五木ひろし先輩が歌いましたね、長良川演歌っていうのがあるんですが、長良川演歌これはもうレコード大賞ねいただいた作品で ね、はいはい、ちょうどね、そのレコード大賞をいただいた先生がいただいたとこ、時の年に私がデビューしてるんです、あそうなんだ、昭和59年ですね、あ59年のレコード大賞だったんです、はいはい、それでまあ当時新人でね、よくあのテレビ局とか新人音楽祭とかいっぱいあった時代だったもんですから、私も出させていただいて、で五木さんともご一緒させていただいたりしてね、あ袖で歌聴いてて、
うまいなとかと思いながらもいい歌と思いながらながら演歌をずっと聴いてた思い出がありますので、うん、今日はもうなんか申し訳ないんですけど、うん、私の歌でもう先生にちょっとピアノで歌っていただいて歌わせていただいたらと思います、はい、よろしくお願いいたします。長良川演歌ね、はい、優しい旅の人、おた人よの情けを乗せて心任せの浮かい船、あなた私を泣かす人、肌を寄せても明日は別れ、窓に夜明けの風が鳴く、もうなんかとても先生のピアノで緊張してしまいまして、もうなんかもうすごく光栄です。なんか夢が一つ叶ったみたいでございまして、ありがとうございました。ねえ、もうもう少ししますとね、世の中もだいぶなんか落ち着いてくるんじゃないかなと思って、落ち着いてほしいですね。そうですね、またお客様の前でたくさんのね皆様の前で歌いたいとも思いますし、はい、頑張ってまいります。頑張ってください。先生また来週もなんですけど、またお付き合いお願いできますでしょうか。はい、よろしくお願いします。今日は皆様YouTube ご覧になっていただきまして本当にありがとうございました。北岡宏と岡千秋先生でお送りさせていただきました。それではまた来週です。それではさようなら。ぐるりとんび縄をかいて、竿でトトンと岸をつきゃ、伏見時刻船が出る船。